35番復帰戦になりました小山哲也。怪我治ったら焼肉行こうねコロナ禍ということもありまして、アガレユート選手もね、残念ながらこの石垣、地元沖縄には来られなかった、はい、でまた同じ沖縄出身の宮国キーパーの宮国選手も帯同していないっていう。これ小山哲也選手は今シーズンここまで試合出てないんですね。完全に復帰戦ですね。はい、そうですね。復帰の怪我があったんですけど、今回復帰ということで。ここで志田が打ってくる、止めた。日野が里見、もう一度小山リバウンドをしっかりと決めました。小山今シーズンのファーストスコアになります。そして小山哲也決めた。3人ですか。そうですね。さあここでスカイプレー、スカイプレー見せて最後は土井。ここでサイドから土井レミアンで決めた。2人いなくても決めました。小山決めた。キレがあるこのスカイプレー、飛んできたのは志田でした。そして集まったファンに、自らも選手たちも拍手をしながら応えています。ジクスター東京。緊張はしましたね、久しぶりに。やっぱその限られた人数しか来てないので、良くない場面も想定 しながら試合に入るとやっぱり替えがいないんで、ちょっと緊張してしまいました。いつも言うとこんな気持ちだったのかと思いながら。まあそうですね、まあ、みんなでいつも移動してるんですけど、あれバスの中も少ないなみたいな。本当にこれで試合できるみたいな感じで、なんかそんな暗い雰囲気とかではなく、まあこれはこれで思い出としてみたいな。みんなでワイワイやりながらいい雰囲気で、逆になんかこれでなんかその負けたりとかしたら、やっぱジュークスター去年と一緒じゃんみたいな風には絶対思われるっていうのは分かってるんで、なんかこういう時こそやっぱ気を引き締めて、やっぱいない人の分までみんなで頑張ろうっていうのはもうキャプテンが常々言ってたんで、そこはみんなしっかり考えてプレーできたんじゃないかなと思います。開幕の3週間前にそのチームで練習してる時に、そのチームメイトが打ったシュートをブロックしたら、ちょっとその瞬間肘が痛いなってなって、内側
肘の内側靭帯損傷だと思います。正直頑張ってるなってあでも申し訳ないなとは思いつつも、まあ、怪我してしまったことはもうしょうがないんで頑張れって感じで見守ってましたもう怪我治ったら焼肉行こうねって言ってもともとそんな引きずるタイプではないんで、まあ、終わったことはしょうがないなって思っちゃうタイプなんで、やっぱ出たいなとは思ってはいたんですけど、やっぱその怪我してても自分でできること他にあるんじゃないかなって思って、で、まあ、試合には出れないんですけど、やっぱチームメイトに声かけたり、ああした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないっていうコミュニケーションをちょっと積極的に取るようになりました。まあ、みんなはどう思ってるかわからないんですけど、やっぱその怪我して長期間抜けたことで、そのチームにも、チーム全体にもそうですし、その同じポジションのユートとか、じゃあ石田さんとかアダムとかもそうですし、なんかまあ迷惑かけたくなって、周りのみんなよりやっぱ頑張んないといけないなっていうのはやっぱ自分で思ってて、まあ、それをまあコートに出て表現できる機会があるのであれば、もう全力でプレーしたいと思います。これで10連続得点です。豊田剛成14対4となりました。ちょっと苦しいですね、ジークさん、はい、やっぱり点が入っていないので、